皆さんこんにちは、神棚の里の斉藤蘭です。今回は清めの森塩八角の新色、清めの森塩八角柚子をご紹介いたします。今回ご紹介する森塩は黄色、喜びなど明るい運気を引き寄せて幸せを育む色とも言われていますよね。黄色には変化や革新の力があると言われており、停滞する運気を好転させたいときにおすすめです。この黄色は神棚の里と同じ静岡県川根本町特産の柚子を使用しています。川根本町にある川根センスさんとの共同開発、良質で香り豊かな柚子パウダーを混ぜることにより綺麗な黄色の森塩が完成しました。使い方はとっても簡単。パッケージを開け、お塩を取り出します。お塩を整えるため平らな場所でトントンと軽く叩きます。シールをゆっくりと剥がします。お皿を上からかぶせひっくり返します。型を優しく持ちゆっくり引き上げます。これで完成です。柚子の爽やかな香りです。太陽のように明るい黄色で見た目でも楽しませてくれます。なんだか幸せな気持ちになりますね。清めの森塩八角柚子はお塩の袋や固め器を取り出すことなく作ることができます。森塩を作った後の片付けも不要。お塩に直接触れないのでお塩も綺麗、手も綺麗なままで作れます。ご家庭の神棚だけでなく会社や事務所のお祭りにもご利用いただけるお塩です。そしてもう一つ大きな特徴があります。なんと森塩としてご使用いただいた後にバスソルトとしてもご使用いただけます。爽やかな香りを楽しみながらのお風呂は一日の終わりにリフレッシュさせてくれそうですね。清めの森塩八角柚子は神棚の里の店舗や神棚の里オンラインショップでご購入いただけます。概要欄でもご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。以上、清めの森塩八角柚子についてでした。神棚の里ではご紹介した森塩以外にもお塩や固め器、お皿など多数取り扱っています。店頭でご覧いただくこともインターネットでご覧いただくこともできます。またお店にご来店いただければスタッフが丁寧にご案内させていただきますので、神棚の里にぜひお越しください。こちらのチャンネルでは神社や神棚についての様々をご紹介しています。チャンネル登録・高評価をいただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いいたします。 LINE、Instagram、Twitter でも活動しています。概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。斉藤蘭でした。